こんにちは、こんばんは、マスタートです。えー、農家との応援してお送りしています。1分間委託。今日も情熱くたチャンネルのニュースのトラガオから、ロシア、北朝鮮、カウントダウン、えー。ウクライナ軍総司令官、クリックスでのお多大な戦果を発表。おこのお、戦地に着いたら、えー、北朝鮮兵、速達、このお、ロシア軍に差別を受ける。えー、10人ごとに、見張りの上高、上級。 一人もう予定も人員不足で配置、えー、不可能ということで完全に、えー、ロシアはまあ西側ですね東洋、まあ、北朝鮮まあこの、えー、まあ差別、えー、このまあそういうあれですね、えー、まあ私たちもそのあ,あれ この東アジアですけど、えー、まあこの白人特に白人のロシアからすれば、えー、この差別、えー、しても、うん、まああれですね、うんまあ、そういうこの、えー、モスクワが本当に、えー、話が違いますけどモスクワがこの中心でこのほ、えー、のところは植民地という感じで、えー、完全にこの,ロシアこのロシア帝国と同じ感じですね。えー、この どうなるか、この今回このプーチンはこの完全にあれですね特別軍事作戦を呈して完全に北朝鮮の参加ですねこの,この軍事同盟を結んだので北,北朝鮮がこのその条約の利順をきちんと守ってくれて何がおかしいという、まあ、論理ですけど完全にこの弾道弾 弾薬とですね、弾道弾、そしてこの兵士まで、この軍隊まで完全にこの参戦してますね。その見返に北朝鮮はこの外貨、またこの核兵器ですね、日本の安全保障にも関わりますね。本当にえー北方領土もロシアを介していない、この北朝鮮のこの朝鮮半島ですね、朝鮮半島も戦争が終わったわけじゃないですね。今、一休みが70年続いていますけど、このいつ、この戦争ですね、まだ戦争は 終わってませんので休戦まあ長く休戦してますけど、えー、この特に北朝鮮この体制がどうなるかですねはい、えー、引き続きこの、えー、アメリカ大統領選またいろいろとこのイスラエルとこのイランのこの流れと本当に、えー、この世界第三次世界大戦とあちこち本当に紛争が 音が聞ここえてますすけど、えー、このどのうなるかですね。実際この北朝鮮のこの,、えー、この戦力実際このウクライナだとどうなるかウクライナはあの相当この警戒してますね。はい,、えー、こう,いうことでまあ、10人に1人にこの証拠をつける上級証拠をつけるということで、えー、ロシアがすれば ですねえー、もうプーチンが言って、すべて葬儀もいいものを与えていますね。そういうことでどうなるか引き続き注視していきたいと思います。常年つかさ3年のニュースの虎顔から、えー、ロシア北朝鮮カウントを断、ウクライナ軍総司令官、ウクライナ軍の司令官,、えー、ク,司令官クルクスでの多大な戦果を発表。この 戦地に着いた北朝鮮兵、速達にロシ,ア軍ロシア軍に差別を受ける10万,、えー、この10万人ごとに、えーね、10名ごとに身寄りの条項証拠、一人、一人、えー、予定も人員不足で配置不可能かということで、えー、ロシアからしてみれば、東アジアは、まあ、中国と同じですね、クソタレ中国というみたい目、見たいに言うみ,、えー、みたいですね。東はまあ人を 日本人もそうですけど韓国朝鮮、えー、このはっきりわからないですね、えー、そういうこの。 えーまあ、西側の特にモスクワの白人からすればまたその,、えーこのえーまあ、イスラム圏の方がすればこの朝鮮に、ねまあ、日本人もそうですけどあ人種的にこのアジア系人種わからないですねすべてこの、えー、そういう差別用語でヘイトでしてるということがあ傍受されていますね。えー、はい引き続き「情熱草3年」のニュースのトラガーをウォッチングしていきたいと思います。えーまあこのうん マスターとのこの YouTube チャンネル登録またコメント、いいねボタンともよろしくお願い,いたします。えー、なかなか、えーえー、この、はい、また聖書を学びたいというお友達もを募集してますのでよろしくお願い,いたします。次回の、えー、この1分間予約でお会いいたしましょう。マスターとした仕上です。パションブレズ、シャロム、シャロム、シャロム。